今シーズン FC 東京 U23 ではダブルボランチを組む試合もあります。クロスが入ってくる、ヘディング、ゲット、小川亮也のクロス、飛び込んでいったのは原太一、劣勢の展開、動かしたのは FC 東京 U23。 原太一はこの23チームでは2ゴール目。今日は左のサイドバックに小川亮也がいますので、彼からのアーリーというのはもう抜群の精度がきます。ご覧のクロス。